夜までお疲れ様だね。はい、こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジーを始めていきましょう。会社に泊まってると思う。さてですね、今回は、こんばんは。ちゃんと適度に休憩もしていますか。だって頑張ってるわね。すごいわ。いつも。せっかくなんで。チョコレートパニック。やるしかないな。気合を入れなくちゃ。収集クエストかな。私なら当然ね。はい、実はですね、初級をちょっともう始めております。今回は収集クエストやっていきましょう。行きましょう。チョコレートパニック収集クエスト。それでは行ってまいります。頑張るね。そこで、何するんですか。あ、これ土だったような気が。勘違いしてた。行きましょう。リアクゼーション。あ、これ回復魔法だ。え、何かアップした。反省が足りないようですね。魔法使いましょう。クゼマシス先生が、礼儀がなっていません。ちゃんと前を見ろしましょう。いいですね。どうなるか分かっていますね。終わったわね。全力を出す時が来たようね。こんな感じですね。ちなみにですね、クエストは超強度的クエストや、別に緊張してない。いや、全力を出す時が来たようね。超強的クエストしかないな。極め極クエストもあります。大事なのはいい。いや、私なら当然ね。一応プレゼントもらっておきましょう。その前に、お、石をいろいろもらえるみたいですね。僧侶のシンボルっていうのをもらえるみたい。ちなみにコインがこうなってんな。限界突破できんのかな。お金が足りないんだよな。限界突破結構コインがいるんですよね。そういう意味で言えばコインを
貯めるというのも結構大事かもしれない。今夜のお月様が綺麗ですね。バレンタインキャラピックアップ召喚というのもあります。で、前に説明したよな。この通り、アヤとシーナ、これも弾けるんですね。収集クエストではですね、私なら当然ね、中級行ってみましょう。美と健康の温泉を求めてということで、ここじゃ、これじゃなくって、まあ初期だったんで、あのうまくいきましたけど、基本はこれですね。土の属性です。ソーニャ行ってみましょう。行きましょう。平気ですか？これなら。いった。ここどうしよう。それ。よっと。さあここで使います。レベル2ですね。もっと強くなりたい。人に攻撃か。手数はまだあるんだから。さ、これは大丈夫ですか？慣れないことしちゃったから。じゃあね。これ集団攻撃ですね。強い。倒しました。ざっとこんなもんだな。虎鉄やっぱ可愛いですね。全力を出す時が来たようね。ミッション達成したみたいです。さあ中級ですね。中級、これが月の属性ですね。相手は、相手というか組むパーティーは、滝本ひふみ行ってみましょう。あ、足ひれが歩きにくい。足ひれ負けませんよ。チャンス。どうも、あ、違う。必殺技的なやつ。行くぞ。今日の部活テーマ。よっ。お、なんだろう。マジか。怖い。行きたいか。アホガード。行ったんだね。それ。マジか。こっち来るな。オッケー、もうちょっとですね。さあこれでウェーブ2の時に技を使う。もっと間違えた。うわ、今ぬめってした。うわ、囲まれてる。やっぱりオリビアスナはいいですね。一気に倒しました。花山た。私とよさこいしませんか？3、1、3、1、3、1、2、3、はい。踊らされてます。はい。倒しました。やりましたね。いい形ですね。なるべくスキルを使って経験を積みたいです。
私なら当然ね。さて、よかったら少し。サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。さてですね、ここから上級に入ってまいります。簡単に倒せると思うなっていうところですね。本田玉木専用クリスタルってあるんですね。行きましょう。強そうです。すごい声出してるな。相手の方がしかもヒットポイント多くなってる上に、これならちょっと数を増やしましょう。私も遊びで済ませたかったんだけど。 OK。 しかしここは倒さず次の面に行きます。もう、相性がいいからそんなにやられません。2連じゃ済まさねえぞ。受け止められる？ 2連じゃ済まさねえぞ。え？大丈夫ですか？慣れないことしちゃったから。さあ来るぞ。ドン。これで2面クリアです。集団の攻撃者に使ってもらうのがいいですね。倒しました。効率的な倒し方ですね。上級の月サイドですが、ここでスタミナ足りません。もちろんスタミナを回復させます。86になりましたね。ちょっとね、ナイトメアで行きましょう。あ、しまいましたね。ほとんど死に体の人気やってもしゃあない。逆にやれそう。あー、消滅。暴力反対。こっち来るな。うわ、限界であります。ヤスナも消滅。え、
集団攻撃なので強いです。結構やるなぁ。ダメージ25000のトータルダメージ。さあまだ一つ残っております。回復だからな、回復させましょう。正攻法では難しそうね。もう使っちゃいましょう。倒しました。やりましたね。結構あのファンレターもらってますね。さあここからが問題です。当然、ね、よかったら少し。ありがとうです。助かりました。またお願いします。ファンレターを150個ももらえてるや。さあここからがまあ問題ですよね。簡単に倒せるか。超級ですからね。まあひとまず試してみましょう。なんか強そう。一丁やってみるか。あらら、こんなところで。動きが鈍いぜ。これなら。ばばばばばばっていう感じですね。お相手しちゃうわよ。オッケー。まず2つを残した状態で倒しました。私の全力を絞り出します。OK、 1体倒しましたね。コウ先生だ。ここは回復です。もうそれ。使っちゃいましょう。開ける。大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。じゃあ、ね、ごめんなさい。倒せてないと思ったらダメージが。あ、でもほとんどもう身体ですね。これなら。もう。準備 OK。 これだったら1体しか倒せないんだよな。倒せるあのキャラクターはそれだけ1体だけに絞るだけにダメージが大きいです。そういうとこを見て戦うといいのではないでしょうか。これ受け止められる。お、なんかこんなのがありますね。ほら手貸すから頑張りな。オート回復ですね。
びっきりのやつあげる。えい、最後もあのなるべく経験を積みたいのでスキルを使って倒しちゃいます。はい、一人も仕上がらずにでいいのかな、倒しちゃいました。さらに虎徹がレベルアップです。私なら当然ね。最後ですね、天然チョコレート創作隊ということで月属性です。九条カレンさん、みんな私にフォローミー、受けて立ちます。やりましたね、強い。やば、花山太郎打たれ弱いな、花山と思ってない。うわー、三体ともピヨった。強い、誰か私に回復って言ったと。やりにくい、マジかよ。すみません、もうこれで終わり。あれ、相性悪いのか。いや、結構やっぱり強いみたい。正攻法では難しそうね。ごめんなさい。きっと追いついたな。やばい、もう立てない。こんな未来は聞いたことなかったわ。さすがにこれをあの星を石を使うのはもったいなさすぎます。ちょっと無理をせずに全力を出す時が来たよね。上級で行ってみましょうと思ったらスタミナがもうないんだ。じゃあ3位落として中級へ。じゃあ最後にカレンの技を見せて終わろうかな。受けて立ちます。よし、覚悟しろ。まあ、あとですね、あのダメージを積もらせて、スキルをなるべく多く使わせるというのも有効ですね。きた、結構すごいダメージになってる。ハーペコです。さあ、ここで彼女と交代です。正々堂々勝負です。正々堂々とは、できればスキル使いたいか、まだやめとこう。近づいたらぶつよ。チャンス、これで。おお、三体ともキララジャンプ。さあ、29ってすごいな、レベル一体ですね。まず一体倒しました。69,000。まあもったいないですけどね。一応あの技を見せました。これ倒しましたね。
私なら当然ね。おっと、一人限度アップできそうな流れになってるぞ。お、いいですね。さあ、どれをアップするか。さっきの花山田の子をあげましょう。トレーニングに出しましょう。いらっしゃい。お夕飯？え、トレーニングするの？お、お金がない？遅刻をするとお金次第なのかな。ポイントもいります。体力つけなくちゃ。うんと、レベル30以上っていうのが必要みたいですね。しかも2人。そして、せっかくなんだし楽しまなきゃね。これよかったら少し。ありがとうです。助かりました。またお願いします。クエストキー銀だ。商店街行きましょう。最後に、コルクと会って。こんばんは。ご所望は？交換してもらいます。どれにする？召喚チケットもういいんですけどね。魅力あるんですけど。限定交換か。こっちは今だけ。率とかもらえますよね。これただまだ。交渉成立。ちょっとまだどうするか考えましょう。また来い。というわけで、鍛冶屋も行ってみましょうか。今日もライネさんの夕飯を作ろうぜ。スター騒動がありますけどね。この辺の武器も作っていきたいんですけどね。鍛えるんだ。魔法使いか。魔法使いのクエストを使います。そこそこだな。何を鍛えるんだ。はい、というわけでここまでにしましょう。非常に今回はじゃな、チョコレートパニック。お手並み拝見といこうか。まあミオに見守られながら、収集クエストを行いました。このですね、チョコレートパニック、本日が、2月8日なので6日ということはバレンタインデーの日、14日までですね。はい、そうですね、あげられるかどうか、14日まであげられるかどうかわからないですけど、またあとキラーファンタジア似たような
クエスト、イベントクエストやると思いますので、ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。以上になります。チャンネル登録高評価お待ちしております。ブログツイッターやっております。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。